まさかまさかの私まさかと申します、えー、皆様いかがお過ごしでしょうかはい、今日はですね心工房さんのカリンバをですね見事ゲットしたのでちょっと軽くレビューなどしていきたいと思いますよろしくお願いします まずは音階からちょっと弾いていきましょうかね。えー、はい、えっ、ー、と、このようにですね。えっ、ー、と、普段使い慣れている。いったね。 17音カリンバとは違って、センターは低いラの音から始まります。ここが通常のドですね。一番高い音は高いシの音になります。えっと、黒鍵盤の存在しない、白鍵盤のみのシチョ の音階でえっ、ー、と高いしの音まで全部で16音のカリンバです。基本的に主旋律はピンの先端のこの平たく加工されたこの部分ですね。この部分は弾いて音を出します。 非常に軽い、えー、タッチでも音が出てですね。ええー、と、高音域の響きなどもとてもええー、とよく響きます。すごくいい音ですね。えっ、ー、と最大の特徴は伴奏部分ですね。 このように見えるかな？よしょ。丸い！えっ、ー、と本当にピンっていう感じですね。平たく加工されていたりはしなくてですね。ここの部分は丸くて先端のみが平たいんですよ。ですので。この。この軸の丸い部分を横にスライドさせて演奏するというのがすごく個性的なえっ、ー、とところになります。 てみると、やっぱり先端少しねカチッというちょっと爪の当たる音が、まあ、したりするんですけれどスライドで演奏するときはねそういった音もほとんどせずうんいいですねとても個性的かつ音が美しいというとても素敵なカリンバです演奏する時の注意点なのですがえー、っと主旋律を 引くここの平たい部分なんですけれどあ,あ横からでも見えにくいな、うん、すごくここの部分が、えー、と薄くてねとても鋭利ですこのように上から下にこ,この加工のカーブに沿って、ねえー、と引く分には問題ないんですけれどうっかりここの部分でこう横の。 17音カリンバだったりするとねここの部分でスライドさせて演奏するんですけれどえっとこれをやるこのカリンバでそれをするとですね多分指を切りますね私あのうっかり買ってすぐ演奏した時にこの動きがうまくできなくてうっかりここでスライドしそうになって <laughs> えっと危うく大けがをするところでしたえっとくれぐれもね注意をするようにしてください あと、やっぱりそういった意味ではあまり小さいお子さんには向かないかな。ということで、えっ、ー、と、怪我だけは十分に気をつけて演奏するように、えー、気をつけましょうというのを私もそうしていきたいと思います。次は、えっ、ー、と、ボディの形を見ていきたいと思います。えっ、ー、と、まず、特徴的なのがサウンドホール。鳥型です。うん、こっちがくちばしですね。 これ他のデザインだと,、えっと丸いデザインのものもありますそして、えっと、ビブラート表現をするための取れ物ホールが2つとこちら正面の表面だけについてます側面 こちら裏ちらも何もついてない平らな状態ですね。全体のサイズ感なんですが、いはいこちらがワントーンのえー、っと十七号カリンパです。縦の長さなどはほ,ほぼ一緒ですね。ただよいしょ 横の幅がだいぶはみ出ますね。よし、横だからこうか。この部分がね、ふくよかな、かわいらしい形をしてますで。もうちょっと四角いタイプのものもあるので、そちらが、えー、といい人はそのデザインも一度チェックをしてみてください。 はい、次に購入場所ですね。えー、っと、私はメルカリで購入をしました。たいね、ココロ工房さん土曜日に2個、2個出店されます。だいたいね、更新されるのが午前10時から11時。私が買ったのは10時半過ぎてからだったかな。うん、それくらいに買いました。っていうか、ずっと待ってました。で、えー、っと、出店されてから1分。1分が勝負です。 えっと、悩んでたら間に合いません。カートに入れたらすぐにボタンをクリックして購入を決定しましょう。私ね、一回カートに入れたんですけど、えっと、ちょっと形を確認したくて、一瞬だけ遅れたんですね、そのボタンを押すのが。ちょっと躊躇したんですよ。で、よし、買うぞって押した瞬間、エラーが出てきて、もうすでに買われちゃったっていうことがありました。なので、もう、もうね、もうポン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 って、 押してえー、っともう逃さずに欲しいと思っている方はですね。えー、っともうずっと張り込んで、逃さずにもうカート入れたらすぐに購入もうね。はっきりデザインとか見てる余裕はないです。例えばこれがさっき言ったように、箱型箱のもうちょっと四角い形のものなのか。ここがのサウンドホールが鳥の形なのか、この丸い形なのかとか。あとは木目の感じとかね。色とかね。 もう、はっきり言って確認している余裕はないと思います。もう確認してたら間に合わないので、もうね、欲しい方は、ね、もう10時くらいから11時の間ずっと、2個出るまでずっと待って、まあ買う。えっ、ー、と、もうすぐに出店されたらすぐに押す。購入ボタンをクリックす。っていうくらいのね、もうちょっと意気込みで粘って、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 はい。それでは最後にですね、えっ、ー、と、今後のこの心工房さんのカリンバでの演奏についてちょっと話していこうかなと思います。というのもですね、えっ、ー、と、まあ、何の話かっていうと、チューニングをして、この音階をちょっと変えてしまうよっていうお話ですね。えっ、ー、と、心工房さん、基本はセンターがね、えっ、ー、と、ラ。低いラの音から一番高い音がシ。 音の全部で16音のカリンバ。まあ、この音域で調整されて、えー、っと、まあ、送ってくれることになるんですけれど、まあ、ちょっとね、この音域だと今まで17音カリンバで使ってきた楽譜っていうのが使えない曲がいくつか出てくるんですよね。えー、っとまあ具体的には音が足りないっていう問題なんですね。えー、っと、まあ、今まで 17音カリンバ専用でしたので、17音目いっぱい、えっ、ー、と、下の度から高いミの音までの17音をフルに使った曲とかがどうしても演奏できないんですね。ですので、ちょっとそれ、えっ、ー、と、17音に楽器が使えるようにチューニングをし直そうかと計画をしています。 チューニングの候補、音階の候補としては1つ目2つまあ2つあるんですけど1つ目センターを17音と同じように C この音 C にちょ、この音ですねこの音にチューニングしてしまって、えー、っと左右にドレミファソラシドをえ 黒鍵盤の存在しない C 帳でチューニングを全部してしまうっていうことですね。1音足りないんで一番高音の音っての高いレになるはずですえー、っとはこれでしたらそのまま17音のカリンバと同じような使用感、まあ、どうしてもそれってもやっぱり弾けない曲っていうのは出てくるんですけれどそれでも近い使用感で演奏することができるというのが1つ目。まあ、ただこの方法だとですね高音のもしかするとピンの響きが。 悪くなってしまう可能性があります。やはりこのセンターが低いラカから高いシのこの音域っていうのはやはり工房さんが考えてくれて一番合った音域だと思うんですね。やはりこのチューニングしているっていうことは何か理由があるはずです。まあ、一つが音域がこのボディに適しているっていうのと、まあ、ちょっと演奏できるコード、和音の種類が増えるっていうのもあってこの、えー、とチューニングなんじゃないかなと私は勝手に思っているんですけれど。まあ、ですので、 無理に C 腸、センター C のべて C 腸の音階に変えてしまうと高音域が出にくくなる可能性があります。ですので、まあ、できれば、まあ、一応一つの方法ではあるんですけど、個人的にはちょっと避けたいなと思っている方法ではあります。はい。二つ目の方法としては、センターのこ,この、この音をそのままに低いラを えっと、どの音として全体の調律を変えてしまうという方法です。まあ、全体の調律を変えると言っても、3つくらいかな ?3 つくらい音にシャープをつけるだけですね。そうするとですね、ここからドレミファソラシドというふうに、えっ、ー、と、音階を組むことができます。これでしたらね、大きな変更なく、えっ、ー、と、音階を下げることができるので、まあね、それで17音カリンバの 楽譜などなども演奏可能になるかなという感じですね。ただ、まあ、その A 調に調律された、えー、と音階のカリンバで C 調、えーと、波長調の曲を弾くとですね、実際出てくる音はシャープが3つついた一調調の曲が飛び出してくるという感じになってしまいます。まあ、何が言いたいのかっていうと、えー、と今日紹介した音,音階とは、えー、と別の音階に 次回からはなっているかもしれないよということですね。まあちょっとそれでうまくいったらですね、またチューニングの方法とかも、うん、紹介していこうかなと思います。この方法ね、実は17音カリンバで高音域が出にくい問題をちょっと解決する可能性があってですね、まあ、うまくいったら、うまくいったらですよ、えっと動画などにしたいと思ってます。 ので、まあ、その時はまたね、えー、っと、よろしくお願いします。ということで、えー、っと、今回は以上になります。今回の動画いいなと思ったら、いいねボタン。えー、っと、またチャンネル登録などなどよろしくお願いします。それでは、良きカリンバライフをお過ごしくださいませ。バイバイ。